ペが亡くなった時には思いもしなかった。腹筋守るくん、なんだこのゾクッとする感じ。早く寝よう。寮の風紀は私が絶対守る。ますます寒気が。あん、いるじゃないか、うってつけの実験台が。ちょっと暖かくなってきた。頼む。でも俺と、てか男と一緒って嫌じゃないんですか？それなら大丈夫、男兄弟で慣れているからね。キリアさんの基準がわからん。なあ孔子くん、じゃあ早速。うっ、手っ取り早く。いや孔子くん、すっごくいい。こうして絡むのってどれぐらいぶりだろう。